マチブレットロイよろしくお願いしますということでなんと本日はもう皆さん予告でね、十分出てましたから、えー、皆さん、びっくりしないでください。っていうかもう分かってるけどびっくりしちゃう。本日の大物ゲスト 佐所です。よろしくお願いします。佐所さん、こういうふうにロケをするっていうのは、あんまりないんじゃないですか。うん、まあ、あんまりないですね。はい、これは、やっぱり、プロモーションの一つですか。うん、じゃ、そういうことじゃなくて、はい、あの、この番組のフォアンなんですよ。あ嬉しいですね。あのー、正直ね、やっぱ、出てくださるって知った時は。スタッフみんな、口そろて言いました。よ。何のプロモーションだって。<laughs> あ、そういうことね。まあ、もちろん、はい、あのー。 まあ、宣伝は宣伝としてさせていただくとして大前提としては僕はこの番組の不安ですいやー嬉しいですされてますこの番組ですねゲストがえおすすめするお料理をみんなでいただこうという番組でございましてですね出演者だけでなくスタッフもみんな一緒にそれをいただくっていう、まあ、とってもユニークな番組なんですけども、うん、そこが好きですよ、えー、あ嬉しいですね、うん、ちなみに印象に残っている回とかありますかああそうだな、うんまあ、それこそ同業の吉岡君が出てた時吉岡さんはい うん,うん、うん、あのー、僕もね吉岡君が紹介した店行きましたよあそうですかこの,この番組をきっかけにねあの街歩いても結構言われるんですよ、うん、あの番組で紹介してたあの店行きましたよとか大体主に隠れた名店を紹介するっていうのがこうポリシーでやってますんでね、まあ、で何て言ってもやっぱり行き当たりばったり いや、テレビってのは大体ね、事前に仕込むんですけども、この番組はガチで、えー、予告なしで店に行ってますんでね。で、うん、実はですね、今回の店、えー、僕ら何も知りません、うんえー。ここでロケしたいというお話だけ伺いまして、 おすすめの店がこの地域になると。まあ正直葛藤はありました。まあ本当に知る人ぞ知る店ですし、僕が紹介することによって、まあ僕が行きづらくなるという、はい、<laughs> まあそういうところもあるんですが。じゃあこれガチで行かれてるお店ということですね。うそうですね。ちなみに今回おすすめするメニューは何ですか。ハンバーグです。ハンバーグ。あ、ハンバーグお好きなんですか。 うん、特にそこの店のはもう絶品ですえっと大体こういうの細かく事前に聞くんですけど、はい、まあご存知かえっと和風ですかデミグラスデミグラスですねあありがとうございますさあそれではその店、えー、この近くにあるんでしょうか、ええ、楽しみですいきましょうここはよく来られるんですかもちろんですいや結構今でね5分ぐらい歩いてきたんですけどもはいこちらですおいはい あのここはもうかれこれ僕8年ぐらい通ってるんですけどはいはいあのー、まあ本当に、はい、紹介していいのかっていうところはあるんですがまあここはみんなに食べてもらいたいというはいいやこれは全,全国チェーン店じゃないですかはいえいるかなシェフあこれ全国チェーン店です ハンバーグフェア CM してるやつ今え今休憩ロケ今いや本番中ですあの隠れた名店紹介するはずが全国チェーン店に紹介してくれたから固まっちゃったというかうーんじゃあ 僕から休憩とっていいですかどういうことですか休憩、結構歩いたから。いや、五五六分。休憩、休憩。強恥ずかしさごまかすときの強さ。その、もとある力とかじゃなくて、恥ずかしすぎて、潜在能力。ちょっと休憩、うん、休憩します。えっと、その一応確認なんですけども、はい、この店のハンバーグでよろしかったですか うんいいや、美味しいですよね、確かにめちゃくちゃゃく美味しいでも全国チェーン店だでもあれかそうか、チェーンになる前から知ってたってことかそういうことは、まあ、あっうん頑張ったんだなあっそれはオーナーさんがでもそれはなんか話を聞けば聞くほど味わい深い話ですねもう,あああのもうあのここでできた時から通ってますけど、はい、もう8年ぐらい通ってますからはいあ、はい、8年、はい、あの ?25 年前からあるチェーン店でこれ1号店じゃないしそもそも。 今って休憩中だろもう今。いや、違います。いや、こんな<も>。盛り下がってるだけです。いやいや。<laughs> 一回ちょっとマネージャー、休憩しよう。この番組のファンやろ。う休憩しようこの番組のファンやのになんで、そのローテーションで来たんですか力強っ。恥ずかしすぎてめっちゃ力強い。休憩しようかー <laughs> えー、YouTube 版ということでですね、えー、本日もゲスト来てくださっております。この方 ます。まあ、前回はねちょっとあのー、全国チェーン店を紹介してくださっいうん。まあある意味番組初の、あのー、ハプニングということで、うん、逆に視聴率もとても良かったので、うん、まあ今回 YouTube 版では本当のおすすめのお店を紹介していただこうかなと思ってます、うん、はいどちらのお店になりますかあのー、もうパン屋さんなんですけどパン屋さんうんこれは隠れた名店ももう、う,もうあのー、もう本当に この地域に根付いたね。もうただ、もうこれは本当に知る人ぞ知る。あ<っ>僕は差し入れなんかここのパン買ってるぐら。うわはい。じゃあ、ちなみに何ていうパンここです。え<っ>ここのクロワッサンです。あえ、こ、コンビニこコンビニっすよ、これ。違うよ。違うよ コンビニ目の前にして、コンビニっつって違うよ。いや、違うよ。え、全部にパンないでしょうん。店内。一角だけでしょ、パン。うん。コンビニやん。差し入れしたらあかんて。ええけど別に美味しいから。休憩しよう。休憩、休憩しなんですぐ休憩するのオープニングも撮ったばっちぜひ、読んでください。 眩しい。急すぎるよ。眩しいよ。急すぎるって。眩しいよ。おあすっごい坂だった。みんな、ネタ猿サロンに大集合、僕たちが待ってるよ。すっごいんだから。え眩しかったから急車がどれぐらいかわからない。ちゃんと言えあまりにも暴力的すぎる。<laughs> 今のは、ネタサロンで、続きの勝負だ。ジャルジャルタワー